続いて前に出るのは白鵬、左の押っつけ、前に出る、はたき込み、白鵬の勝ち。おっと、勝った白鵬ですが、向正面土俵下に転落、大丈夫です。控えにいました木村陽道とも衝突しましたが、こちらも大丈夫のようです。しかし攻める場面は作りました碧山。残り時間が30秒ほどになってきました。これで連勝が伸びていきました。もう残り時間がほとんどありません。やはり中心は白鵬朝乃山ということになるでしょうか。そうだね、今日はね、危なかったですね本当に。はい、碧山の力からしたらもう今日は褒めてあげたい相撲でしたね。今日解説は春日野親方、そして久米川親方。